スノーマン、最新音楽映像作品が、デイリー1位初日売り上げ45.8万枚に。スノーマンファーストドームツアー 2023iDoME が、発売初日、見せき日に16.4万枚を売り上げ、本日確定の2023年12月26日付、オリコンデイリー DVD ランキングで1位を獲得。同日付け、オリコンデイリーブルーレイディスク、リカ BD ランキングでも、 スノーマンファーストドームツアー 2023iDoME が29.4万枚を売り上げ、同じく1位を獲得した。本作は、スノーマン初の全国ドームツアーの映像作品。本編には、デビュー発表を行った思い出の地でもある、東京ドーム、6月10から12日での公演の模様を収録している。なお、DVD と BD の合計売り上げは45点、45.5。 8万枚となった。